こんだけ大っぴらな関係なのに、吉田沙織不倫疑惑不上の大久保義人と旅ショット公開。仲良しすぎコンビ。女子レスリング五輪3大会連続金メダリストの吉田沙織、40、が2日までにインスタグラムを更新。元サッカー日本代表の大久保義人、41と出演した自転車機構番組、チャリ記者、テレビ大阪。 でのロケショットを公開した。この日、吉田は、またもや同級生コンビで出動今回は、三重県の鳥羽周辺でパワースポットを見つけに、サイクリング絶景と新鮮な海産物と、音階地元の方々との出会いもあり最高の旅になりましたと綴り、青空のもと三重県の魅力を紹介しながら自転車で駆け巡る様子を披露。 今回で7回目となるこの番組では、前回放送分の7編に続く2度目の登場となる吉田。どういうわけか、その時期に重なった2人の親密ぶりが、フライデーデジタル講談社に掲載される始末に。ただ、その匂わせ行動の一部始終は、大久保の仲良しファミリーとのバケーションとのことで、ファンも安堵したようだ。 そんな二人に、ファンからは、不倫関係と報道されていてましたね。笑ってしまいました。巷またを賑わしてる仲良しすぎコンビですね。二人とも、チャリ早そう。間違えられるほどの仲良しさん、もう、大久保家の長女になっちゃえよ、お綺麗です。絶対楽い旅になっているはずですね。大自然がとても気持ちよさそうですね。最高な同級生コンビ、公開不倫、みんな応援してるぞ。 などの声が寄せられた。